チェコ国鉄036号線、別名リベレツ・タンバルド・ハラホフ線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。1888年から1902年にかけて、リベレツ・ヤブロネツ・タンバルド鉄道の路線として開業した。リベレツ・ハルラホフ間に60分間隔で運行されているが、一部リエドロバビラ止まりとなる。ポーランド国鉄311号線のシュクラルスカ、 ポレンバまで直通する列車もあり、平日4時間に1本、休日及び夏、冬の多客期の平日は1から2時間に1本が直通する。2015年以前、別設プロセチアブロネツシタ駅については、早朝、夜間の数本を除きほとんどが通過していたが、現在は全列車が停車する。また、ハルラホフで、系統が分かれており、 コルジェノフ・ハラホフ・シクラルス・カポレンバの系統が、夏、冬の多客期に一日九往復、換算期に一日三往復運行していた。以下では、チェコ国鉄036号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。